足利市柳原町にあるポルカさんに来ています。テレビでも出てくるポルカさん、初めて来るんですけどワクワクです。お店も混み合ってます。テレビでやってたとこってテンション上がりますよね。ほう、おすすめから一つ行こうか。あー、お腹空いたな。私たちはテーブル席に座ったよ。店内は広々した空間でした。テーブル席とカウンター席がありますよ。メニューです。またしても種類多め。さすが洋食のお店。スープとかも美味しそう。あー、もう悩んじゃうなこれ。今日はご飯が食べたいんだよな。魚料理もあるのか、いいね。パスタも気になる。っていうか全部食べたい。ライスグラタン、何それ気になる。注文までかなり時間がかかっちゃいました。洋食屋さんってメニュー多いよね。デザートの種類もすごいです。飲み物も豊富です。あー、ワイン飲みたい。ミックスサラダ720円。ドロリン。なんだこの山盛りは。上への盛り方がすごすぎる。そしてカラフルな感じがいいね。すごい種類の野菜乗ってます。レタス、かいわれ、トマト、大根、紫卵ネギ、レタス、きゅうり、水菜。箸で掴んでみるよ。ほう、サラダ好きにはたまりませんね。これだけ野菜取れればもう最高ですね。サラダをいつも入れれば痩せそう。楽しみ。それではサラダ食べてみるよ。大人になってからサラダは大好きなんですけど、和風系のドレッシング、ドレッシングさっぱりでうま。サラダはお先に食べなきゃね。たくさんの種類があると口の中は楽しい。紫玉ねぎも甘くて美味しいぞ。野菜もいろいろ味が混ざってうまい。野菜たくさん取れるのが嬉しいです。メニュー見返したらこれは2人前あるみたいです。2人前でも多いけどね。2人で取り分けてもまだ山、減ったかなっていうレベルですね。これ和風ハンバーグステーキ1030円。ダラリン。やはり上に盛り上がってる。なんだこの山は。何の山かな。山の原因は大根おろしでした。かいわれも乗っかってるじゃん。海苔のかかり具合もまたいい。サイドの充実感、じゃがいものおしゃれ感がたまらん。もちのロンライスは大盛り。値段は変わらないよ。このタワー系ハンバーグ見てください。海苔がパラパラって落ちてくる。ハンバーグを切ってるとハンバーグの焦げ目がいい。そして中は油で光りジューシー感。ハンバーグの中はとにかく大根すごすぎる。それではハンバーグ食べてみるよ。大根おろしが落ちちゃった。おっと、こりゃうまい。米すすぎすぎちゃうわ。次はちゃんと大根おろし乗せたよ。かいわれと海苔も一緒に。肉厚ジューシーなハンバーグ。大根おろしも甘いところだから嬉しい。これ大盛り正解ですね。さっぱりしてるハンバーグうまい。大根おろしがもうすごい量なので乗せて。皆様美味しそうでしょ。そしてじゃがいもですよ。すごいおしゃれだよね。箸でつかめないぐらい柔らか。このたくさんある大根おろしを乗せて、こりゃ絶対うまいやつ。今日はさっぱりパラダイス。寄せ集めて全部乗せちゃえ。大根おろしにかかってるタレもうまいの。あ、避けちゃうからつかめない。それではじゃがいも食べてみるよ。ガブリ。お芋ホクホク、大根おろし合うぞ。キノコドリア940円。ダラリン。これはおすすめだから行きましたよ。周りのふつふつ。チーズの焦げ目もベストです。しじみがちらほらいますね。そしてめちゃくちゃいい匂いなんだけど。
スプーンを入れてみたよ。ホワイトソースとろとろ、チーズでビュヨン、一口もらったよ。キノコはしいたけ、しめじ、エリンギだ。ご飯に混ざってたまらないね。うわ、米に絡まってる感じいいな。米もたくさん。それではドリア食べてみるよ。湯気がすごすぎ。ドリアなんて久々に食べます。やば、ホワイトソースうま。味は濃いめで濃厚。チーズがたまらなくうまいです。そして鼻から抜けるエリンギの香り、キノコの風味が残って最高にうまい。あー、このドリアはマジで最上級だわ。本当にめちゃくちゃうまいです。グラタンよりご飯好きだからドリアの方がいいな。本当うまさがやばい。見てください、このご飯の量。ホワイトソースたっぷりでいいのよ。味も濃いんだけど優しいんです。この絶妙な感じを味わってほしい。サラダごちそうさまでした。ハンバーグごちそうさまでした。ドリアも完食です。それでは振り返りです。テレビで見てずっと来たかったお店です。やっぱり最高にうまかった。そして見た目も山になっててすんばらしい。ご飯大盛りも山で嬉しい。皆様もぜひ。ごちそうさまでした。